基本プロフィール。なんか変な質問があるのがいいのにな。変な白麺もう食べれない。うっそーん、ちょっとうっそ、拳が出そうだった。危ない危ない危ない、拳が出そうだった。危ない危ない抑えろ抑えろ。焼肉おわすき焼き、せーの、焼肉。間違いない。クリスマスおわお正月、ドラえもんオアクレヨンしんちゃん、はい、しんちゃん、しんちゃん、毒舌オア八方美人、あ、多分私こちら、せーの、八方美人。日本オアアメリカ、せーの、日本。韓国オア中国、せーの、韓国。イギリスはメキシコ、せーの、イギリス。カナダはニュージーランド、ニュージーランド。お、意外とちっちゃい。大きいかと思った。パチパチ食べたい。あ、パチパチパニック。何がいいかな。じゃあこんにゃくゼリーいきます。ちょっと手が止まり始めた。ちょっとやばい、食べなきゃ。どんどんこれやばいな。でもなんかなんだかんだいける気がすんな。うん、やったと、まだ半分ぐらいは食べ終わった今、うん、今腹6分ぐらい、うん、うん、徐々になくなってきた。なんか飽きるね。飽きる。めっちゃ飽きる。なんかお腹がいっぱいとかよりも、うん、なんか純粋にお菓子に飽きる。ちょっとやってみるわ、このうまい棒。うまい棒チャレンジ。あ、いった気がする。あ、でもちょっと行き過ぎたから。あ、でもできた。あ、うまい。あ、才能開花した。できた、才能開花。はぁ、なんか本当にさっきのあれを食べたい。豚麺、うん、なんか美味しい。手が止まるもん。うん、飴ももうちょっと。この飴も綺麗に輝き続けております。最終章の噛む。授業中とかできそう。確かに。うん、うーんとか悩みながら。こっち側にすればいいんですか。あー、確かに。こうしてボスみたいな。わかるな。おい、アイペ、アイペどうした、アイペどうした。鼻がもう鼻がもう押さえ。なに、お前指輪ダメだぞ、外せ指輪。あ、すいません、言ってます。指輪外せ。はい、先生が募集する。あ、お前何指輪食べてんだ。んこっちから開くの。こっからこうやって切って。ねえ、思った今。そっちからの。あ、これも粉々だ。こっち粉が。たっとく走るよ、はめたら。梅ジャムいきます。ちょっと似てるんですか今。あ、はめたろうなのだ。あ、ちょんじゃん。はめたろう。はめたろさーん。オペラ歌手みたいな。はめたろさーん。はめたろさーん。はめたろうなのだ。はめたろさーん。はめたろうなのだ。リポテッチュ。はめたろうなのだ。めっちゃ似てる。私あれ。はめたろうなのだ。あの、白を呼ぶ千尋めっちゃ上手ですよ。やって。一瞬なのでちょっと、うん、ハク。あ、ちょっと違うな。ハクみたいな方かと思って。千と千尋の再現バージョンやりますか。再現バージョンやりたい。千と千尋を再現したいと思います。どっから行く。どこがいいかな。千尋あんまりくっつかないで。割と序盤。割と序盤。あれ、あそこが全然に。ほら、聞いてみろよ。なんかあるぞ。そんなバカっぽい。お父さん、うん、
お母さん、千尋もおいで。この肉すっごく美味しいよ。私は行かない。なんかそうねえ、早く行こうよ。カードもあるから。よし、早く行こうよ。うん、これ、うん、ありがとう。ここへ来てはいけない。早く戻れ。川の向こうまで、な、な、行け。パリパリパリ。なんなのよあいつ。ちょっとビート刻むなよ。ここの階段を降りると、うん、そこになんとかなんとかがあるんだ。そこにかまじいという人がいる。その人にここで働かせてくださいと頼むんだ。何を言われてもくじけちゃいけないよ。ここで働かせてくださいとだけ言うんだ。千尋大丈夫、私はそなたの味方だよ。ハクは、僕はなんとか僕は後で見ない。後で来るからね。後で来るからね。後で来るからね。うん。ハク様、ハク様。ハクはここにいるぞ。そのことで外に出ていた。どのこと？キャー！べちゃ。アンダアンダアンダ。最初会った時どんな感じでした？私今と第一印象、あ、前の自分ツイッターかな、うんうんうん、なんか写真見た時に、あ、なんか怖そう。クールそう。はい、あーでもなんだろう、周りがかも、うん、大人っぽそうみたいな感じで、うーん、大丈夫かなみたいな、うん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 、でも実際会ってなんか、あ、あみたいな、この感じを見た時に、うんうん、あ、同じ匂いがすると思ってこの子は大丈夫だな。ただそれが、まあなんか、うんうん、なんつうの、やっぱ最初だからみたいなのか、うん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 、本当に、そう、本当にこういう子なのかも、最初だからうんうん、うん、そんぐらいなのかっていうのはまだ分かんなかったけど、うん、まあでも話したじゃん、ちょっと、うん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 、うん、でもその時には、あ、大丈夫、大丈夫だっておかしいけど、こいつは大丈夫だ。なんかやっぱグループとしてね、やっぱりその時は見てたから、うん、うん、あ、でも大丈夫そうだな、うんうんうん、みんな愛そうだなって思って。素晴らしい。正直な話していいですか？うん、正直な話。え、本当にお世辞とか抜きで、うん、マジで優しそうだなと思ってました。そう。え、マジですよ。これ本当にお世辞とかじゃないです。お世辞言わないですもん。私も。マジで？マジでマジで。印象、写真とかじゃなくて、あった時、動画？あの、ライブの動画とか。へえ。あと、あの、喋りとか、MC とかの喋りとか見て、思ってました。レッスンとか、レッスン。え、レッスンやって、あ、レッスンとかで、そうそう、なんか言われた時とか、うぜえみたいな。え、うぜえは思ったことない。うぜえは思ったことないんですよ。はい、あさあ、ついに残すところ、お互いに残り一品ずつとなりました。はい、ちょっとボリボリ言ってますが、この飴と私は大好きなチョコバットラストに食べようと思います。残してたね。はい、チョコバッツ、チョコバッツ、ではいただきたいと思います。まあね、大好きだから最後はいけるでしょう。もう感情がやばいな。多分今は大笑いしたらもう危ないぐらいまで来てます。いただきます。
疲れ様です。これすげー黒くなった、うん、おすごい、うん、アイペの完食。あ、ごめん鍛えられてる、アゴが。くあ、治ったかも。治ったよかった、うん、はい、まあ、これ舐めきります。そうですね、うん、はぁ、1人1000円うわ食べたっていうことでいいですかね。1000円分めちゃくちゃきつい。いや意外ときついね、これ。1人1000円は本当にきつい。なんか割と満腹系のきつさっていうのと、うん、あとも純粋に秋、うん、秋のお菓子に対するきつさ、秋と、あとなんかね、味が一つ一つがちゃんと、うん、味付けがすごいちゃんとしてて、うんうん、もう本当にそれだけ食べたら超美味しいのにっていう。間違いない。あれですね。そう。もう初めての大食い企画、めちゃくちゃきついなということを知りました。駄菓子だからあんまり大食いしてる感がなくて、うん、確かに伝わってない気がして、うん、ちょっとそれも悔しい。今度またなんか違う大食いリベンジをしましょう。そうだね。でもまあ美味しいし楽しいので、はい、ぜひ皆さんも2000円企画お友達やってみてください。まずは1000円から始めた方がいいかも。はい、間違いない。1000円でもめちゃくちゃきつい。割ときつい、本当に、うん、頑張ってね。頑張ってね。はい、ということで今日はここまで。バイバーイ。バイバーイ。